会社からライセンスを取り、すごいがリースします。もう実際に見てもらう富士通と組んで新しい仕組みを開発します。 EIS 年金積立金管理運用独立行政法人は4月から6月期の運用結果が2兆6489億円の黒字だったと発表しました。株式相場の上昇や円安が寄与しました。6月末の運用資産額は141兆1209億円に達し、過去最高となりました。また資産構成の割合を見ると、国内株式が 23.39%、 外国